どうも、坂本です。今回はストレッチやってるのに効果出ない人で守ってほしい5つのポイントっていうのをお伝えしていきます。ストレッチって実際に闇雲にやっても効果出ないですし、実際に効果を実感できてないっていう人も結構数多くいるんじゃないでしょうか。どれだけストレッチしても満足な効果が得られないのであれば、生まれつき何か体に先天的な病気とかがあるのでない限りは、どこかが間違っているから結果が出ないということです。で、この動画を見て、その効果が出ない自分のストレッチを見直すきっかけにしてください。で、早速まず一つ目なんですが、一つ目は何かっていうと、伸ばす筋肉を全く意識していないということです。筋肉っていうのは実はピンポイントで意識してあげて、頭の中で今この筋肉が動いてるんだなってイメージできればできるほど、まあ、つまり伸びてるんだなってイメージできるほどに動き、伸びは良くなっていくんですね。まあ、これは当たり前の話なんですが、伸ばす筋肉をピンポイントで意識しようとすればするほど、そこの筋肉が伸びてるかなって自分で敏感に感じ取ろうとするようになるんですね。そうなると例えばこういう風に伸ばすのであったとしても、こうよりもちょっとこう力入れてあげた方が伸びるかなとか、もう少しこっちにくっとひねってあげた方が伸びるかななど、この微妙な差なんですけど、こういうところを自分でも調整してアレンジしようとする意識っていうのも生まれていくんですよ。これ外から見るとこれとこれなんてほとんど違いわからないんですけど、結構こういう差がストレッチの効果っていうのに長い目で見ればすごい影響を及ぼしたりするんですね。つまりは筋肉を意識しようとすることによって、自分で力の入れ具合とか角度とかをより敏感に察知して自分で変えていくから、ストレッチの効果っていうのが上がっていくわけなんですよ。さらに実は自分の頭の中でこの筋肉を今伸ばしているんだっていうのを強烈にイメージができるようになってくると、体の力ってより抜けるようになっていくんですね。筋肉は自分の頭の中で今伸ばしている筋肉がぐーって伸びていくイメージをイメージするのであれば、それに伴ってここもぐーって伸びていくイメージができていくんで、結局力って抜けてくるんですよ。意外と力抜かないでストレッチしてる人って多いんで、力グッて入れて、なので今伸ばしている筋肉を頭の中でイメージできればできるほど体の力が抜けていって、これもストレッチの効果っていうのが上がっていきます。で、特にこの意識するストレッチなんですけれども、特にね、年齢が上がっていくにつれて反動をつけてね、ストレッチする人っていうのが増えてくるんですよ。つまりこの勢いで伸ばそうとする人ですね。でもこれだとピンポイントで筋肉を意識することができないですし、勢いでなんか伸ばした感だけ出て終わってしまうことになります。それだけならまだいいんですが、この反動をつけるストレッチっていうのは筋肉を痛めることにもつながっていくので、やめるようにしましょう。で、伸ばす筋肉を頭の中でイメージするっていうことですが、今とかスマホとかタブレットとかパソコンとかいろいろ調べる方法ってあると思います。それで一応ね、今やるストレッチでどこが伸びるのかで、どういう筋肉なのかっていうのを軽く画像で見るぐらいでも構わないです。一度頭の中に入れて、それが今このストレッチをすることでグーって伸びてるんだなっていうイメージをしながらストレッチするようにしてください。これするだけで同じストレッチでも効果っていうのが全く変わります。で、次2つ目なんですけれども、全身ストレッチをしないっていうことです。これは今現在体に痛みがある人は別になります。今現在どこかしらに痛みがある人は全身ストレッチではなくて、まずその痛くなっている原因の筋肉、その硬くなっている筋肉を徹底的に緩めるストレッチ、まずはこっちを優先してください。全身ストレッチっていうのはそれが改善してきた後やればいいことです。で、それ以外の今現在体に痛みが特にないっていう人は全身ストレッチをしっかりやっていきましょう。これはなぜかっていうと、筋肉はぶつ切りになっていないからなんですよ。つまり全身がつながっているわけですね、筋肉っていうのは。例えばこの左肩が、ここの筋肉が硬いとして、じゃあここだけ伸ばすストレッチすればいいのかっていうと、そういうわけではなくて、こっちの右ですね、右のこっちの筋肉がこういうふうに例えば硬かったとすれば、こっちに引っ張られるわけですよ。これが筋肉だとすれば、これが正常なのにこっちが硬いせいでこう引っ張られるんですね。なのにこっちだけをストレッチしてあげる、これではい終わりになってしまうと、こっちの右の硬さっていうのが残ったままになるんですね。だとこっちがあんまり緩まらないんですよ。なのでここに仮に硬さを感じていたとしても、ここをやってあげるのはまあいいんですけれども、それをやった後こっちの硬くなってるこっちの右もですね、ストレッチしてあげるっていう風に、体っていうのは全身つながってるんですね、筋肉は。なので全身しっかりストレッチしてあげましょう。特にこういったストレッチとかトレーニング系とかは、自分の好きなやつや得意なやつだけやって、はい終わりってなってしまう人が結構多いので、その得意なところをやるっていうのは構わないんですが、ちゃんとそれ以外にも全身のストレッチっていうのをやる時間を取るようにしてください。で、次3つ目なんですけれども、3つ目は負荷がいつまでたっても変わらない人です。これも結構よくいるんですけれども、体硬かったところからストレッチ始めて、ある程度柔らかくなったとしても、最初と伸ばす負荷を一切変えていないっていう人が結構いるんですね。例えば手首でいきますけれども、
最初これぐらいしか行かない人がこうやってストレッチをするようになった、でここぐらいまで行くようになった、でここぐらいまで行くようになったら、そこからさらにちょっとずつ負荷をかけていって、もっと伸びるようにしていってあげないといけないんですけど、ずっとこの範囲でしかストレッチをしないっていう人がいるんですね。ってなると、こっから先っていつまで経っても行かないんですよ。もちろん限界を超えて正常可動域、まあ、つまり関節がある程度日常生活の中で正常にこれだけ動けば OK ですよっていう、その域を超えてさらにこんな風にここまで伸ばしていく必要はないんですけども、せめてこの正常に動く範囲内でですね、動かない人であったらそこに行けるまではちょっとずつこう伸ばしていったら負荷を強くする、またちょっと負荷を強くするっていう風に少しずつ伸ばせる負荷を強くしていかないといけません。これは本当に前よりちょっと伸ばせるようになったら、今日は1センチちょっと伸ばすとか、これぐらいで全然構わないです。逆に一気にここまでしか行かない人が伸ばそうとして一気にガンとかここまで行っちゃうと痛める原因になってしまうので、1日1日ほんの少しずつ慣れてきたら負荷を強めていくようにしましょう。同じところでずっと同じストレッチをしていたら同じ結果にしかならないっていうことは覚えておいてください。で、次4つ目ですけれども、これも結構いるんですけど、継続しないですね。これはもうタイトルそのまんまなんですが、本当にストレッチはやったりやらなかったりだったりすると効果が全然出ないです。特に元が硬い人とかだと何にも変わらないです。やったりやらなかったりでストレッチをやってしまうと、でも元が硬い人ってちょっとやったぐらいだと変化出ないからすぐ嫌になってそれでやめてしまうんですけれども、でもそれだといつまでやっても何にも変化が出ないので、まずストレッチは毎日やるっていう意思を持ってください。で、確かにじゃあ毎日やれって言われた時に1年365日の中で、まあ1ヶ月だと30日ですけど、その中でめんどくさいとかやる気出ない日とか忙しい日っていうのもあると思います。そういったところで今日はいいかなって飛ばしがちになるんですけれども、そんな時はいつもやってるのはしっかりしたストレッチじゃなくていいですから、一つの筋肉1箇所15秒1セットでいいです。それだけで構わないですから、とりあえず1日1回は伸ばすようにしてください。それで次の日やる気が出たりとか時間ができたりしたら、その時しっかりまたストレッチをやってください。何がまずいのかっていうと、とにかく完全にやらないゼロの日を作ってしまうことが一番まずいので、さっき言ったようにめんどくさい日やる気が起きない時とかですね、忙しくて時間があんまり取れない時でも1セット15秒全身を伸ばしてあげる、これを意識して毎日ストレッチを継続していきましょう。で、次5つ目ですけれども、自分に合ったストレッチを選択していないっていうことです。人の骨格や筋肉の今の状態っていうのは様々です。人によって全く違うわけなんですよ。で、例えばこの腕の筋肉とかですね、伸ばすストレッチとか足の筋肉伸ばすストレッチ、どこでもそうなんですけど、同じ筋肉を伸ばすストレッチでもいろいろな伸ばし方ってあったりするんですね。で、この中からあなたが一番やりやすくて伸びが感じやすいストレッチのやり方っていうのを見つけていってほしいんですね。これはどのストレッチの方法が正解だとかはないですが、あなたが一番だと感じたストレッチのやり方があなたの中での正解になります。よく周りと同じストレッチやってるけども、いまいち伸びを感じないとか、どこが伸びてるかわからないっていう人って結構いるんですよ。そのストレッチの形だけ真似ても伸びを感じていないのであれば、本当にただ形真似てるだけになってしまうので、そういった場合はやり方を変えましょう。同じ筋肉を別の方法でその筋肉を伸ばすストレッチの方法を試す、こういう風にやり方を変えていってください。もちろん今やってるストレッチで伸びを全然感じているならそこはそこで OK です。一つの筋肉に対してストレッチのフォームっていうのがいろいろあるっていうのは、人によってやっぱりこのストレッチやりやすいやりにくいとかがあったりとか、その人の状態によってこれが合う合わないとかがあったりするので、今のそのストレッチのやり方があなたに 100% 合ってるかどうかっていうのは試してみて、どれが一番感じるか、あなたが伸びを感じるとか気持ちいいと感じるか、そこを目安に調べていってください。はい、今日お伝えしたこの5つ、結構守れてない人が多いので、まずはしっかりこの5つを意識しながら、さらにそのストレッチ一つ一つのフォームをですね、しっかり見直していけば、今よりももっといい感じに体っていうのは柔らかくなっていくので、しっかり取り組んでください。体が柔らかすぎるっていうのも問題あるんですが、硬すぎる体っていうのは将来的にそれがリスクで動けなくなってしまうっていうことにもつながっていきます。筋肉が硬くなるっていうことは、そのままそれが関節の硬さにもつながっていくわけなんですね。関節ってこう筋肉が伸び縮みして動くわけですから、ここが硬くなると関節の動きも硬くなるというわけです。で、こうなってしまうと日常生活とかスポーツとかしてる時にですね、関節が硬くなることによって地面をついた時の衝撃っていうのが吸収できなくなったりとか、不意に体をひねった時に関節が硬すぎて動きがついてこない、こういった動きに対応できずに
怪我をしてしまうリスクっていうのが上がりますし、筋肉が硬いまま柔らかくならないっていうことは、言い換えると常にそこの筋肉に負荷がかかっていて、休まる時間がないから硬くなっているとも言えるわけなんですよ。なのでそれを放っておくと、筋肉っていうのはいずれオーバーヒートを起こして、それが痛みにつながっていく。で、筋肉の一部分が痛くなると、それをかばって別の場所を使おうとして、体っていうのは坂道を転げ落ちるようにあちこち悪くなっていく。そういったことも平気で起こるようになります。なので健康的な体づくりのためにも、この5つっていうのはしっかり意識していきましょう。では次回の動画でまたお会いしましょう。